SNS で話題沸騰平野翔の広告が福岡市民の心をつかむ理由広告以上の存在平野翔が日常に与える特別な力福岡市の中心部天神の町は朝から多くの人々でにぎわっていましたしかしその日は特別な活気が感じられました大丸前やソラリアステージ前渡辺通り一丁目大和証券前など 街のののたるるとこででで平野将軍の姿を見つけることができたのです。彼の笑顔が映し出された広告看板が並び、通行人たちはその気を踊りじしい姿に見とれていました。特に大和証券前では、14面の看板のうち6面が将軍の広告で埋め尽くされており、その存在感は圧倒的でした。私はその景色を目にして思わず足を止め、じっくりと見つめてしまいました。 翔くんの広告を見つけるたびにテンションが上がり、つい声を上げてしまうこともありました。おはよう、紫輝くん、と大きな声で叫んでしまったのは駅前ロータリーでのことでした。彼の姿を様々な角度から撮影し、気がつけば雨が降っていることさえ忘れていました。もしかしたら、他の街にも彼の広告があるかもしれないと考え、ますます興奮が高まりました。昼休憩の時間には、 食事よりも先に将軍の広告を見に行くことにしました。出勤時に見つけた場所まで、往復十五分の道のりを急ぎ足で歩きました。仕事が終わった後もバス停をめぐり、生々しい彼の姿を十箇所で撮影しました。広告の色が緑陣のように鮮やかで、見るたびに走り寄ってしまいました。その笑顔に癒され、午後からの仕事も頑張れる気がしました。ある日、 車を運転中に大きな翔くの広告を見つけました。近くのパーキングに車を止めてしっかりと見てきました。何度見てもそのかっこよさに驚かされます。一度通り過ぎてしまったものの、もう一度戻って近くのパーキングに車を止めてまで見に行ったほどです。近くで見ると、その迫力と魅力に圧倒されました。この広告を見つけたとき、思わず、かっこいい、と声に出してしまいました。 新しい広告が出るたびに撮影しに行くことが楽しみになり、次回もぜひ声をかけてほしいと友人に話しました。もしかしたら、私の父が撮影したものかもしれないと冗談を言い合うこともありました。父が撮影した写真は、反射を避けるのが難しいにもかかわらず、非常にきれいに撮れていました。その技術に驚き、私も負けないようにと何度も挑戦しました。そんな中、 SNS で共有された翔くの広告写真は、多くの人々の心をつかんでいました。この笑顔を見るだけで元気が出るとのコメントが寄せられ、彼の存在がどれほどの影響を与えているかを実感しました。広告が新しくなるたびに、私たちはその場所をめぐり、新しい発見を楽しむようになりました。ある日、友人と一緒にバス停めぐりをしていたとき、突然の雨に見舞われました。 しかし、私たちは気にせず、翔君の広告を探し続けました。雨に濡れながらも、彼の笑顔を見ると心が晴れ渡るような気持ちになりました。そんな経験を通じて、広告というものが単なる情報伝達の手段ではなく、人々の心を動かす力を持っていることを改めて感じました。私たちの街だけでなく、全国各地で彼の広告が展開されることを期待し、 その度に新しししい場所を訪れる楽しみが増えました。広告を通じて広がるコミュニティのはそしてその中心にいる翔くんの存在が私たちの日常に彩りを与えてくれています彼の広告を見るたびに私たちは新たなエネルギーをもらい日々の生活に励むことができるのです次の広告がどこに登場するのかどんなデザインになるのかその度にワクワクする気持ちが湧いてきます 翔君の広告を見つけることが一日の楽しみとなり、その笑顔に癒される瞬間が何よりの幸せです。新しい発見とともに、私たちの生活はますます豊かになっていくのです。翔君の広告を見つけることが、私たちの小さな冒険となり、日常に新たな楽しみをもたらしてくれました。時には意図せずに偶然見つけることもあり、その瞬間はまるで宝物を見つけたかのような喜びに包まれます。 例えば、ある日私は仕事からの帰り道、夕暮れ時の少し寂しい気分を抱えながら歩いていました。すると、ふと目に入ったのは街角に輝く将軍の広告でした。その笑顔が、まるで、お帰りと言っているかのように感じられ、疲れも吹き飛んでしまいました。また、友人たちと一緒に広告探しをするのも一つの楽しみです。ある週末、私たちは計画を立てて、 天神の様々な場所を巡ることにしましまた。大丸前から始まり、ソラリアステージ前、渡辺通り一丁目、大和証券前など、次々とスポットを回りました。各所で見つけるたびに、写真を撮ったり、感想をシェアしたりして、まるでちょっとした冒険をしているような気分でした。特に印象的だったのは、雨の中での探検です。雨に濡れながらも、その楽しさは減るどころか、 むしろ特別な一日となりました。翔くんの笑顔は、雨の日でも私たちの心を明るくしてくれました。一方で、私たちはこの経験を SNS で共有することも楽しんでいました。広告を見つけるたびに写真を撮り、SNS にアップロードすると、多くの反響がありました。どこで見つけたの私も見に行きたい、というコメントが寄せられ、 まるで一つのコミュニティが形成されていくようでした。同じ興味を持つ人々とつながり、情報を共有し合うことができるのは、とても心強いことでした。さらに、私たちの楽しみは新しい広告が出るたびに増していきました。新しいデザインやメッセージがどんなものになるのか、毎回期待と興奮でいっぱいでした。広告の内容が変わるたびに、その場所を訪れることで、 新しいい発見と感動が待っているのです。そしてその度に感じるのは広告が単なる宣伝手段ではなく人々の心を動かし日常を豊かにする力を持っているということでした翔君の広告は私たちにとって単なる広告以上の存在となり日常の一部として深く浸透していきました彼の笑顔に触れることで私たちは新たなエネルギーを得て 日々の生活に活力を見出すことができましたそしてこの経験を通じて広告の持つ力を再認識することができましたそれは情報を伝えるだけでなく人々の心に寄り添い共感を呼び起こす力です次の広告がどこに現れるのかそれを探すことが私たちの新たな楽しみとなり街を歩くたびにワクワクする気持ちが生まれます 翔くの広告が私たちにとってのちょっとした冒険であり、日常の彩りとなっていることを感じながら、これからもその魅力を探し続けていきたいと思います。そして、同じように彼の広告を楽しんでいる人たちとつながり、この特別な経験を共有していきたいです。また、この広告を見つけた時の感動を他の人たちにも感じてもらいたいと思います。もし街中で翔くの広告を見かけたら、 その場で立ち止まり、その笑顔に見とれてみてください。その瞬間、きっと心が温かくなるはずです。そして、次にどこで彼の広告が見つかるのか、楽しみにしながら日々を過ごしてみてください。将君の広告がもたらす喜びと感動は、私たちの日常に新たな光をもたらしてくれます。その気を踊りじしい笑顔は、どんな時でも私たちを励まし、元気を与えてくれます。 これからも彼の広告を見つけるたびに、その魅力を感じ、日々の生活に活力をもらっていきたいと思います。そして、その喜びを多くの人たちと共有し、共に楽しんでいきたいです。最後に、この広告を見たことのない人たちにも、その魅力を伝えたいと思います。次に街を歩くとき、ぜひ彼の広告を探してみてください。その気を踊りじしい笑顔が、 きっとあなたの心をも温かくしてくれるでしょう。翔君の広告を通じて感じるこの特別な経験をぜひ共有してください。そして次の広告がどこに登場するのか一緒に楽しみに待ちましょう。